アラペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は超級、シナリオは桶狭間、選択大名は最上。第12回を始めさせていただきます。前回は佐竹の本拠地太田城を陥落させるため戦力をつぎ込んでいるところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。では戦闘していきましょう。2部隊を相手に、ここはもう一瞬ですね。はい、要所制圧、そして軒口破壊成功ということで、大量封鎖で我らの勝利でございますということで、392の損害ですね。まあいいんじゃないかなと言ったって、義重まだ4000いますからね、兵力が。あとこの3400、北条が厳しいな。上杉動かしたとはいえまだ北条赤いですからね。この3000の部隊とぶつかるまではちょっと包囲でちまちまダメージ与えていきましょう。さてそれではこちらやっていきましょう。まあここもね、1部隊なんでね、あっさりいきたいと思います。はい、最後の部隊も撤退です。よしよしよし、いいんじゃないか。全部隊撃破。いやー、あとは太田城を落とすだけと。強行ですね。最上義明の部隊もな、何回かあとパンチ入れて、あともう一発当てられるかな。はい、これでもう終わりですね。いや、もうちょっと頑張ってもらおう。あと一発、あと一発いける。よし、義明頑張った。騎乗と。で、天童さんは好意に切り替えましょう。で、ここの部隊も全部隊撤退ですね。で、52日の氏家貞直さん、こちらだけ太田城に突っ込みましょう。撤退。あー、北条の旗色かな。お、従属九州、ついに河川も出てきましたね。やっていきましょう。で、登用もできると。須賀川だな。須賀川の兵力さえ回復すれば、この国衆も使おう。いかがしましょう。太田城に向かわせましょう。なので須賀川にちょっと委任じゃなくて私でやっていきましょう。連兵場まず建てましょう。喜んでかかりましょうぞ。で、灌漑水路を米問屋を建てていきましょうかね。いやー、結構厳しい戦いだな。でも北条もこっちに色気を出す余裕はないだろう。伊予254の天道頼長隊でダメージを与えてるのは大きいよ。うわ、マジかー、工場制になっちゃったよ。嘘だろ。ああ、ここの軍を取っちゃったからか。ダメだ、一旦撤退だ。これ以上は無理だ。無茶はしない方がいい。撤退撤退。敵兵水へ取り。うわー、マジかー、田村さん寝返ったかー。うわー、須賀川が。そしたら上宗使うか、せっかくだからな。いや、
クソ、当てにしてたのにな。上宗は今ちょっと浄化施設建ててからにしましょうかね。あ、でもいいのか、須賀川城にちょうど城主にしても問題はないわけですね。そしたら上宗建てよう。ありがたいの。いやー、もう最前線だからね、エースクラスじゃないと。で、登用していきましょう。不作を申し上げる。で、引き抜き。お耳に入れた。お、大塚さん。で、あとは軍。お、あー、やっぱりダメになっちゃうじゃん。せっかく連兵場だったのに。まあいいや、米問屋立ててきましょう。クソ、大丈夫だと思ったら、通りで労力が回復してると思ったら、やっぱダメか。同じ城だから大丈夫かと思ったんですけどね、そう甘くはなかったですね。農村開発していきましょう。まあ仕方ない、今後気をつけましょう。はい、コリダ大配備もできたと。いいよいいよ。我ながら不甲斐なし。お、北条も、あ、もちろん延長しましょう。折り合いがついた。で、外交親善ですね。南部家とまたマックスまで大名を使うしかないかな。本当は大名を使いたくないですけどね。ご加盟とあらば。まあこれでいいでしょう。長時さん、いいですね。知略がちょっとな、足りないけどな。まあいいでしょう。説を尽くしますと、よろしいでしょうか。いや、教練は別にいいです。で、軍開発ができるのでやっていきましょう。太田城どうしようかな。これで戦ってうまくいけば、攻城戦しなくてよくなるよ。ちょっと防衛で出して戦わせましょう。山形城2300出していきましょう。仕掛けどころぞ。動くぞ。続け。ここが正念場だからな。なんとかうまくこの兵を削ろう。いいよいいよ、うまくぶつかる。そしたら相馬中村城も出していきましょう。なんとしてもここで義重を葬るんだ。国衆懐柔はしなくていいでしょう。労力もないですしね。あー、引き抜きダメだったか。行くぞ。腕が鳴るわい。よし、鹿間さん撤退させましょう。あと一発いけるか。こちらの方の領地で戦ってるから、よし、これじゃ無理で。伊達上宗隊も弱いからな。義重隊にはちょっと勝てないだろうな。いや、ちょっと無理か。攻城戦にどうしてもなっちゃうか。もう3200も回復してるもんな。どうせここの軍奪ったらさ、また上限兵力が変わって攻城戦状態になるんだよね。いや、諦めたくない。三春城から出していきましょう。太田城に向かわせましょう。国衆も出していきましょう。太田城に向かわせましょう。北条が動きがあった。ダメだ、一旦撤退だ。北条に攻め込みましょう。そしたら義明で大田原城向かわせよう。うわー、戦線を無駄に拡大してる感じがするな。でも府中城を狙ってるもんな。佐竹を助けるわけじゃないけど、このまんまじゃ厳しいな。
なんとか大田原落としたいな。米沢城義姫、混乱文字ですからね、貴重な。大田原城に向かわせましょう。で、郡西山城、伊達春宗、強いですからね。大田原城向かわせましょう。心せねば。さてさて、これでどうなる？うまくいけば、そうだな、府中の争いうまく使えば、一旦撤退させよう。やっぱ大田原攻めるのやめよう。これ、義重多分、大田城からまた府中に向かうでしょう。そしたら大田城を攻め込むチャンスですからね。一旦撤退させましょう。火災が我が仲間になりましたね。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。これ大田城も狙ってんな。これやっぱ北条に攻め込まないとダメだぞ。ちょっと寺池城も遠すぎるので、まあ後方の城でもありますし、大崎さんにお任せしましょうかね。そんなに重要な方じゃなくてもいいですよね。で、塚川米問屋ができたので、次は灌漑水路を建てましょう。あ、っていうか、もう任せちゃっていけるんじゃないか？灌漑水路、櫓いらないな。櫓いらないな。もう一個米問屋か。それもちょっと余計なんだよな。灌漑水路、練兵場、商人町。そのバランスでいきたいんだよな。自分でやるか。灌漑水路立っていきましょう。やりきってみせまする。で、あと、やった方がいいところはあるかな。まあ、あとはお任せでいいか。あ、三春城、米問屋立っていきましょう。お任せください。で、三春城はあと商人町と連平城。委任にしてなかったところが他にもあったかな。須賀川でしょ、大宝寺、寺池。あー、そうか、ここ商人町にしたいんだよな。寺池は櫓いらないな。商人町にしたいですね。二段詰め所もいらないですね。米問屋と連兵、商人町建てようかな。寺池結構優秀な城だもんな。あー、ギリギリいけますね。あー、寺池7000か。ちょっとこれ、後方だからって言って放置するにはもったいない城ですね。お、いいですね。総商業を達成と。ああ、大田城攻め込んでるな。で、府中城にも攻め込んでる。これはダメだ。これは行かないといけない。延沢城から大田原城、山形城からも大田原城、佐竹を守らないと。米沢からも大田原城で、明星氏家さんも出しましょう。で、あとは相馬中村城、大田原城に向かわせましょう。これはダメだよ。これは北条を許すわけにいかない。我らが佐竹を痛めつけたのに、そんなずるいことはない。城を攻めます。須賀川城から伊達さんも出しましょう。城を奪いに行くぞ。三春城はね、せっかくだからちょっと兵力蓄えましょうかね。で、国衆も出していきましょう。これで少しは引いてくれるでしょう。
効かないか。大田城をあくまで狙うか。くそ、なんてずるい奴らだ。そしたら須賀川城、灌漑水路、連平城、商人町ですね。やりきってみせまする。で投与できるので、あ、煉獄投与できるのはちょっと美味しいんじゃないか。ダメかな、そんなに美味しくないかな。感情需要戦闘できる、あー、いいですね。天童、あー、しまった、制圧にしちゃった、しくじった。戦闘にしたかったのに、これ一回与えちゃうとダメなんだよね。あー、もう仕方ないですね。最上義盛、まあ仕方ないな、やっちゃったものは仕方ない。東洋が丸森城浪人、浪人はどういう部署がいるんだ。あー、足利義明が浪人か。ってことは滅ぼされた、誰に滅ぼされた。あ、大浦為信がいる。あ、これ煉獄東洋じゃないか。多分煉獄東洋、大浦為信だ、きっと。申し上げたし、勝手にそうやって思い込んじゃってますけど、ダメかな。甲状腺、これ勝てないだろう。なんとか大田原を落としたいですね。あー、結構な兵力できてるな。問答ぞ上杉。援軍、援軍で宇都宮向かせよう。よし、で親善、あと2ヶ月なので義明に変えましょう。ご加盟とあらば。で南部の親善を義盛に任せましょう。承知いたした。これでいけますね。あと2ヶ月で60超えますからね。よし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 。で宇都宮にも兵力を出してると、武田も動かないかな。武田動きそうな気がするけどな。つつじヶ崎に1万3000の兵もいますからね。宇治安1万5000が動いてますね。これ甲状腺で太田は、太田城落ちたら本当ことだぞ。三春城が城下施設できた、米問屋できたと。連平城建てていきましょう。必ず山通します。で軍開発はもう終わってるよね。よし、そしたら東洋を行いましょう。いけますね、これは。で義明も迫ってきた。いいよいいよ。1,2,3,4,5 部隊、これで格好撃破していって大田原城を取れればっていったところだな。よし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 。上杉もうまく軍を動かしましたからね。だけどこの2部隊が弱いな、上杉にしても。まあでもそんな贅沢は言えないですかね。これで武田が動いてくれればな。武田とも同盟を結びたいぐらいだな。ああ、大田城、これ甲状腺溶けてんじゃないか。囲め。いや、強行はしない。ご命令を下され。遠いで結構だ。ぶつかりますね。はい、合戦会やっていきましょう。あー、3部隊か。もう1部隊来るの待ちましょう。うまく攻撃状態にしてますからね。で上杉とあと2ヶ月の同盟。よし、あと1ヶ月で60まで行きます。
これで OK ですね。で、大田原城破壊で45日か。ダメだ、労力がない。残念。これで、よし、4部隊。威風弱発生。やっていきましょう。いかがだったでしょうか。いや、痛恨のミスですね。大田城のね、軍をね、まあ、浜通りっていうんですかね、福島の浜通りの方から、まあ、大田城をね、さらに攻撃しようとして、下手に軍を奪ってしまったおかげで、大田城が攻城戦下になってしまうというね。いや、本当に失敗しましたね。あのまんま戦力をつぎ込み続けていれば、大田城はね、絶対に陥落していたと思うんですが、僕が下手なね、プレイングをしたせいでね、まあ、厄介なことになってしまいました。おかげで、当初の目論みよりも早く、北条家とぶつかることとなりました。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。